テイヌ山は北海道札幌市西部のテイネエクト西区にまたがる標高123.1メートルの山。北海道における登山とスキーの発祥の地であるが、前山が右有林になっているために開発が進行し、北面はゴルフ場、遊園地、スキー場が立ち並ぶ一大レジャーランドと化している。また山頂には テレビ送信書が林立している。アイヌ語での山の名称は、長い、断崖を意味するタンネウェン氏。この場合の断崖とは、山頂の南面に大きく広がる崖を表現したものと思われる。ウェン氏の語は、畜語分けすれば、悪い峰だが、地名では、断崖の意に用いられる。また、手稲という日本語名称も、元は、アイヌ語で。 濡れているところを意味するて、稲井から来ている。新川が開作される以前は、この山から注ぐ数多くの小川が、北部の平野に集中して、湿地帯を構成していたためである。山頂の細長い溶岩平坦面を船橋に、東に張り出した溶岩流の面を甲板に見立てて、船形山と呼ばれることもあった。 中心魚の変球安山岩、緑色業界岩、安山岩質周海岩などが基盤を構成しており、これらが山頂高度の約7割を占めている。その上に第四期初島、安山岩質の被災岩と溶岩が噴出して山体を形作った。北斜面は北壁の異名を持ち、平坦な山頂から標高差450メートルを一気に下る急斜面と、 なっている。これは山頂の一部が崩落したためと考えられているが、一説によると、地滑りでできた滑落崖ではないかとも言われる。1972年札幌オリンピックの聖火台の下の急斜面も北東に向けて起きた大規模な地滑りによる滑落崖の一部で、さらにその下には滑り落ちた土くれが起伏のある緩やかな地形を作っており、 ゴルフ場として利用されている。南側は、ことに発サム川の下方侵食によって、絶壁となっている。明治期より、星沖川で砂金が取れたため、手稲山には、金が眠っていると噂された。明治20年代半ば、星沖で、農業を営む戸谷部野平治が金脈を偶然、発見した。道町に敷屈を申し出、 全財産を投げ打って明治40年頃まで探したが、良い結果は得られなかった。大正に入り、元道長の義士、石川貞治が工業権を取得し、手稲鉱山と命名。一時成功するが、新たな金脈探しに失敗し、一度閉山する。昭和に入り、1928年に、広瀬昭三郎が工業権を得る。1934年には、 現在の手稲駅近くまで鉄柵を引き、同年のデコ量は約3万4千トンに上った。1935年に三菱工業が買収。金、銀、銅、亜鉛、テルルなどを最盛期には月6万トン算出し、一時期は、河野前鉱山に次ぐ日本第二位の産出量を成し遂げていた。金の総生産量は10.8トンに上り、これは、高野前鉱山。 千歳鉱山に次ぐ規模であった。第二次世界大戦後、国の鉱山政策の転換等の影響を受け徐々に規模を縮小し、1954年に残光ボリリや先行場等の施設撤収を終え、荒川工業に経営を譲った。その後、1957年に千歳工業に継承され採掘を続けたが、採掘量の減少や周辺の都市化の影響も受け、 1971年を最後に閉山した。他の銅を産出した鉱山と異なる点として、銅の鉱石鉱物のほとんどが安紙面銅鉱や流飛銅鉱といった流縁鉱,鉱物であり、一般的な国内の銅鉱山では、王銅鉱を鉱石鉱物としていた。様々な鉱物を産出するため鉱物収集家には有名な産地として知られている。1936年に、 テイネイ市、平山後の1993年に、渡辺港、2001年にリシェルスドルフ市といった、新鉱物や珍しい鉱物が発見され、世界的にも有名な鉱山である。現在もテイネ区内の地名やサッソン自動車道の、金山パーキングエリアに、金山の名を残しているが、これはかつて金を産出していた鉱山の名残である。また、 付近のバス停にも手稲鉱山の名が残っている。手稲山は北海道の山スキー発祥の地と言われる。1926年に北海道大学スキー武装立15周年事業として日本初のスキーヒュッテであるパラダイスギュッテをスイス人建築家マックス・ヒンデルの設計により現在のロープウェイ山麓駅から徒歩約10分の場所に建てられた。 老朽化のため1978年に閉鎖されたが、有志により1994年に原設計に忠実に復元新築されている。1965年、三菱金属工業と北海道放送が中心となって丁ネオリンピアを設立。北側中腹にスキー場の他ゴルフ場と遊園地をオープンさせた。1972年開催の 札幌冬季オリンピックでは、手稲山にもアルペンスキー、リュージュ、ボブスレーの会場が置かれた。札幌冬季オリンピック開催の後もアジア、冬季競技大会、ユニバーシアード冬季大会といった国際スポーツ競技大会の会場となっている。オリンピックに先立ち、1970年に北側5号目から山頂まで札幌市によって、 ロープウェイが設置された。大会終了後には、王子緑化が、丁寧ハイランドスキー場を開設した。1990年頃のスキーブームの際には、ハイランドの西区、西の方面への拡張が計画されたが、多くの反対に相飛んざしている。オリンピア、ハイランドの両スキー場は、スキーブーム後に収益が悪化し、2002年に、ハイランドの運営、 オリンピアの所有と運営を2003年には財団法人札幌市公園緑化協会がロープウェイをそれぞれカモリ観光に譲渡した2003年にはオリンピアに K イコール30メートルのスキージャンプ台が新設され少年団の練習の場となる現在はオリンピアゾーンとハイランドゾーンを8人乗りゴンドラで接続最長6000メートルの滑走ができる札幌庭根、ね そして一体的に運営されている。手稲山の登山ルートは、乙女の滝コース、北尾根コース、平和の滝コースの3つが開かれているが、いずれも、相応の体力を要求される。手稲金山に入り口がある。川沿いの歩道を進んで採石場の脇を過ぎると、林道に入る。林道の途中で200メートルほど寄り道すれば、乙女の滝を見ることができる。道沿いには、 かつての手稲鉱山の施設跡が散見され、標高250メートル地点でコンクリート橋を渡った先には降水処理施設がある。さらに200メートル進むと、コースは林道から分かれ、滝の沢に沿って登る細い道となる。左右に、目標での塗装を繰り返して登るうち、冬季オリンピックの男子大回転ゴール跡に到着するが、 当時思わせるものは何も残っていない。そこからは、平坦な車道跡歩きとなり、パラダイスヒュッテの秋を過ぎて、原車道に出る。9ゴンドラの山麓駅に着いたら、山頂まで、管理道路をたどっていくか、スキーゲレンデを突っ切って登っていくことになる。天稲本町に入り口がある。北海道札幌東雲高等学校を通り過ぎ。 市街地と平行に1キロメートルほど森の中を歩くと、小川に到着する。そして小川の土上を繰り返しながら4 0 0ルほど進むとかなり急な尾根登りが始まる。標高4 2 0ルの見原次第にたどり着ければ、あとは登りが楽になる。丁寧オリンピアのスキー場や閉鎖された研修センターを通り過ぎ、車道に出てから1キロメートルほど歩くと、三陸駅に至る。 その先は、乙女の滝コースに同じ。平和の滝近くの大平和寺の横に入り口がある。林道を進んでいくと、ことにハッサム川に設けられた大きな砂防ダムが現れる。ことにハッサム川を左手に見つつ、上り下りを織り混ぜながら歩き、尾根へと取りつく。その後に布式の滝が見えてくる。やがて森林が途切れると、広大な枯れ状にたどり着く。 ここの岩石は山頂を構成する安山岩と同じもので、ことにハッサム川の侵食によって崩れてきた瓦礫が,れきが斜面に堆積したものである。急な登りを経て、崖間場の立ち並ぶ大地を抜けると、最後はレリーフの埋め込まれた大きなケルンに至る。あとは車道を10分ほど歩けば頂上である。東側の西野から登り、 ネオパラの通称で知られる838メートル峰の南西で車道に出る林道も存在するが、事前に王子木材緑化の許可を取らなければ入林できない。また、かつては、ネトと三岡からサンタル別側に沿って進み、上流から尾根に取り付いて、急坂をよじ登ったという。ありがとうございます。